はい、どうもおはようございます、こんにちは。今回もですね、新三国無双6ストーリーモードやっていきましょう。五軍シナリオですね。次どっからや、カンネの、ストーリーかな、南軍の戦いからやっていきます。ちょっと2日ぐらい相手の、動画撮影になりますが、まあ、皆さんには関係ないですね。これは前見たんでちょっと飛ばします。それは孫権の意志、カンネが強いからね。カンネも確かね、核と同じあの鎖釜系の武器なんで、実際強いかどうかは分かりませんが、まあ、使ってみましょう。まあ、核結構使いやすかったけどな。どうだ、これ見たね、ま、うん、いや、あ、これ見たんでちょっと見ていきましょう。しかし美しい風景は心を癒してくれます。てほて、カンネ殿も音ちっちゃい。共に見に行きませんか。兵法俺大好きなんやろう。二人、そうですか、残念です。残念です。かわいい、ああいうのが一番かわいい。赤壁で大勝したのに。ああいうのが一番かわいいのよ。兵法兄貴には頑張ってもらいたいぜ。カンネ兵法兄貴はあの顔で死が得意だ。ほうなん、あいつ死得意なん、この顔で。ほんまにこの顔でやな。帝宝殿は関内と、あ、関内の部隊が帝宝なんね。なるほど、帝宝は関内の配下なんや。敵の総人は人格的にも優れていると。そうね、総人がおるんか。総人がね、守りの戦いに関してはマジエグいけんな。周遊様は、周遊様は精錬、いや、諸葛亮のが精錬潔白やと思うよ。まあでも諸葛亮のやっぱかましがうまいよな。孫権様のため、使いたい。負けられ、負けられ。かわいい、かっこいい。周太殿、なのに、みんな俺には。周太。やりたい、周太と、周太を使いたい。なんで劉備軍が。周様も。まあ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 、周使いたいな、マジで、あ、周じゃない、周太。で、武器がですね、そう、これ、案外炎なんです、案外炎。どうしよっかな。攻撃範囲拡大ぐらいでいっか。カンネも再建が得意なんや。意外。意外なんやけど、いろいろ見た結果、結局刀が一番強いってことが判明しとんで、結局ね。結局ここなんですよ。力が増加する。天輪欲しいね。どうしようかな、武功先ってここか。攻撃範囲拡大、攻撃力増加、武装ストック1、 OK、 全部取った、やったぜ。アクションはチャージ3やね。敵をつかみ、航空、高空、航空から大地に叩きつける。炎をまとった攻撃で、あー、なるほどね。大回転、縦横無尽に駆け回る。あ、一応残っとんや、このスタンスの無双乱舞は。珍しい。まずは周辺の拠点より攻め落とし、城に迫る。油断はするな。かっこいいな、カンネマジで。はもちろん前田刑事じゃん、髪型。劉備軍にも注意を払え。おうよ暴れさせてもらうぜ。かっこいい。あー、ですよね。まずは付近の拠点を確保せよ。いや、ちょ待って、ちょ待って、強い敵の守りは固い強い、強いんは強いんだけど、あれ、俺の馬がないぞ。おった。さあどうしたらいいん、あの上を制圧したらいいんか。とりあえず任せろ、行ってやんぜ。まあ6のデザインもかっこいいけど、俺個人的にはね、3の、あ、3じゃないわ、5のカンネが好きやったかな。これはどう、強いか、これは。あー、なるほどね、これは使いにくいかな。これはどうや、どうやろう。このね、傾向があるキャラって結構いいよね。しかもさ、あ、嘘、まさかの深かった、深くないと思った。
あ、ちょっと待って、あ、こっちの方が自然に恵まれていますな。こっちの方がええんか。お前らしくないこと言うなって。らしくないかどうかは知らんけど。そういうセリフは周遊とかに言わせとけ。おめえじゃ笑わそうとしてるとしか思えねえ。いや、めちゃくちゃおもろい。帝鳳ってなんなん、繊細なんこの顔で繊細なん、そんなバカな、そんなバカなやろ。これが繊細はおもろすぎるぞ。どうなんやろ、強いんかな。難しい、これがね難しいよね。なんか結局のところさ、ああいうなんかこう走りながらする攻撃ってロックしてないけんさ、外れるやんそのうち。かといってロックを気にしてさ、スティック動かしとったらなかなか当たらんしさ、調整がすごい難しいランブやと、無双ランブやと、こういう系のやつって。それだったら、ね、一発で狙うやつの方が使いやすいかもしれん。マジで。オッケー。個性やつ。真ん中のやつ2人仕留める。こっちのやつ加工ゾーン、加工ゾーン、何これ、初めて見た。ほーら、初めて見たわ。あ、待って待って、まずいんじゃない。さっきこっちに撃破するか。あ、多分そんなすぐには死なんと思う。おら、これ強いな。助けろ助けろ、周囲を。あ、いかんや、守備兵長おるやん。おいおいおい、周囲大丈夫か。やばい、これは周囲死ぬんじゃない。おっしゃ、強い、あ、強いなこれ。これ結構強くない。おい、周遊、俺らはどこ行くん。傷は深いのか。傷を受けたというのは偽りだ。あー、なるほど。技法を使って敵をおびき寄せる。あ、なんかそんなことしよったな、周遊。え、ほんまやったっけこれ、嘘じゃなかったっけ。え、嘘じゃなかったこれ。一斉に攻めかかれ。敵の本陣を突き、勝負を決するのだ。ほんまだった。さあ、これで策に釣られてやってくるわけね。敵は周遊殿が負傷したと思い込んだ様子。ゾロゾロと出てきましたな。これで待っとったねんか。人騒がせな策だぜ。あいつらを引きつけるんだな。任せろ、俺が引き付けたらいいんやな。劉備軍の沈黙に不穏なものを感じます。嵐をはらんだ暗雲のごとく。繊細やな、繊細やな、いちいち。何を考えてようが関係ねえ。俺らはとっとと南軍を落とすだけだ。ほら来い。当たれよ。敵に背を向けて逃げる気か。はい、そうです。ごめんなさい。この調子で敵を引きつけます。策がなるかは我々の働き次第でしょう。ビビってんじゃねえよ。ちょっとあの後ろのやつも引きつけたいな。もうなんかうろうろしてるやつも。ウキン頑張ってこい。お前は遅れるな、ウキン。くそ、俺としたことがまんまとはめられたか。奇襲？いいじゃない？
た。オッケー。木は熟した。やったー。敵を残らず駆逐するのだ。やっほい。やっほい。いいですね。非常に気持ちいい。これが策が鳴るという気持ちよさか。うまくはまったな。さすが周遊だぜ。これはでもさ、確かにさ、もう軍師キャラってさ、こういうのがちゃんとはまった時の気持ちよさって半端ないやろ。劉備軍が動き始めましたぞ。狙いはやはり南軍か。どっちからなんやろ。ミスタリスト。させるかよ。奮起せよ。我々が遅れを取るわけにはいかん。決まってよ。俺も続きましょう。シューター使うときあるんかな。ガッピーとかで使うんかな。素晴らしい戦い。よし、我らも武名を上げるぞ。あっ、義に長領あらば五に勘でありよ。見事な武断だが、短期で超軍営を抜けると思ったか。それが抜けちゃうんだな。抜けちゃうんだな。それが勘でのすごいところなんだな。よし、素晴らしい。さあ、であと真ん中行きましょうか。美しい動きですね。蝶の舞うごとくです。鼓舞されたのはそれがしだけでしょうか。お前いちいち繊細なんよ、発言が。例えがもう上手すぎるんじゃん。かわいいな。俺帝鳳のプレイヤブルが初めて見たけど、こんな感じなんや帝鳳ってキャラクター。顔面に似合わず繊細な男の子なんだね。オッケー。なあ、しょうねお前。よし、来い。無双ストック3か4ぐらい欲しいな。3か4ぐらいあったら、結構移動楽やのに。ほら、来い。ビビってんじゃねえぞ。ほら、来い。次こそ、我が血でくれお前を倒す。こいつは豪快だ。よし、勝ち。僕の勝ち。あれ、よっしゃ、行こうか。行きましょうか。これで上まで行きましょう。これってさ、伊達天下の速さってちょっと追加されとる。この無双乱舞というか、この馬のスピードに。そんなことない。無双乱舞の追加されてないかな。誰や、宗神や。え、なんか来た？我らはただ己の敵を担当している。あ、マジかよ。うわ、待って、宗神もなん、もしかして。やばいやん、宗神も鎖鎌なんだよ。違う、ほら、鎖鎌や。お前も鎖鎌な。あの、なんか弓矢みたいなんじゃない、弓矢じゃないわ、なんか槍みたいな。矛か、矛か、あのなんか盾みたいな、あれじゃないんや。このまま城陽まで攻め上り。伝令、城陽が関羽の手に落ちました。何？諸葛亮め、さらに先の手を打っていたか。あ、ほら、やっぱり嘘じゃなかったんや。これ嘘じゃなかったのかよ。
上陽を落とすまではと思ったが。おい、しっかりしろ。周瑜が苦心して奪った南軍、天下二分の計に欠かせぬ上陽、そして慶州の武領、長沙、霊陵、慶陽、劉備軍は周瑜の負傷で惑う呉の隙をつき、これらのことごとくを奪った。さすが諸葛亮。敗戦の傷が癒えた曹操軍の動きにも警戒を要した。前に曹操、後ろに劉備、徐々に弱りゆく体で周瑜は懸命に打開策を練った。亡き友、そして孫権が必死に守ってきた孫吾を救う策を。周瑜最後の策、それは孫昌公と劉備の婚姻であった。あ、なるほどね、そういうことね。そういう経緯があって孫昌公が劉備に嫁ぐんや。まあだいぶここ史実と違うけどね。そなたともこのようなことになろうとは。私はなんとなく予感してたわ。いや可愛いって、可愛いって。あ、蓮氏や、蓮氏。姫様、お達者で。蓮氏、今までありがとう。本当は一緒に連れて行きたいけど、私よりもっと蓮氏を必要としている人がここにはいるものね。蓮氏、兄様をよろしくね。いや普通に蓮氏が可愛すぎん？蓮氏と結婚できるの最高すぎるやろ。で逆になんでこの蓮氏ってさ、6までプレイヤー部化されんかったやろ。そこまで有名じゃないんかな。この婚姻は劉備を縛る鎖となり、孫吾を責めることを許さぬだろう。将校は幸せそうだ。政略として送り込まれるというのに。あなたは人物の器では父上に遠く及ばず、覇気では孫策の足元にも及ばない。結構言うなこいつ。知っている。何が優れとる？人望か。それこそがあなたの強さだ。己の弱さ、無力を知り、その上で勝つための方策を検討できる。弱くあれ、臆病であれ、姑息であれ、なればこそ最後に勝つのは孫忠謀だろう。兄のように慕っているあなたの言葉だ。胸に刻もう。これで思い残すことはない。周瑜、待ってくれ、待ってくれ、周瑜。早いな、周瑜が死ぬのが。劉備は晴れて孫家の宴席となった。早すぎるな、もうちょっと頑張ってほしかったな。その後劉備は曹操を恐れた劉将に壊れ、益州に出兵。益州の民の求めに応じて劉将を攻め、国を奪う。孫権の後、
曹操の義、劉備の職、ここに天下は三分された。まもなく義の曹操は職の勢いをくじくため漢中を制圧。この動きに脅威を感じた新しき国職は呉に救援を求める。孫権は魏の背後をつくべく韓寧らと共に合肥の地に軍を進めた。さあ来ましたね合肥。もう孫吾を支えてくれた周囲はいない。だがこの戦で孫吾を支える新しい絆が生まれようとしていた。両党か。ああ関ねえか。両党使いたかった。両党が使いたかったよ。なあ両方のおっさんよ、今度の戦は楽勝だな。雑魚相手に気がっちゃって。やれやれ、お前らと来たら周囲殿の亡き今一致団結して殿を支えねばならんだぞ。両方めちゃくちゃかっこよくなった。だけどこいつは、おい敵兵を多く倒した方が勝ちってのはどうだい。負けた方が軍を出ていくんだ。ふっ、ここでお前を黙らせるのも悪くない。てかさ、両党と関寧のさ、敵対するというかストーリー見たかったね。それ見たかったね、結構。敵は少数、先行部隊が敵を追い詰めている。あ、俺のがいっぱい倒した。やったー、やったー、俺のが倒した。中央は両党らに任せよう。関寧、俺たちは西に向かうぞ。西、ああ任せて。あっち側は領土がやってくれる。領土より多くの義軍兵士を撃破せよ。あ、そんなあるんや。さあ俺と勝負だ。来い、ちょっとよん、はいはい、おい、強いって。おっさん使いたいです。おっさん使いたいんですけど、今回さ、戦闘の邪魔にならないように馬が気使ってなんか避けてくれるよね。不安な分。張り切っちゃってんな。これは俺も頑張らないと。立場ないね。おや。両という先に100人撃破。任せて。うざいな。そのような攻め、私には通用せんぞ。はい。何？嘘、当たらん。嘘やろ。ゾウハってさ、もともと劉備軍、あ、劉備、劉備軍におったやつよね。魏軍なんや。関東隊が壊滅。敵の家系にあった模様です。家系発生。ちょっと待ってよ。迷うに攻めすぎた。敵にも。やばいやばい。超量おるけんね。奇襲を受け、帝府隊が壊滅。敵は兵を引っ込ませていたようです。リグ不平、これさ、お、怒った。いや、この二人ね、なんだかんだめちゃくちゃあれやけんね、通じ合っとるけんね。悟空とベジータと一緒。まんまと敵の術中にはまってしまったな。本体が敵の襲撃を受けて、関連急に救出に向かうぞ。超攻撃波、お任せ、お任せボンバー。来い。嘘やろ、範囲広。これ、ああマジで最悪。うわー最悪。この超分煙が原さん、ミスった。
やらかし、お前俺の前に行くな、お邪魔じゃん。あー、いた。よし。よっしゃ。敵将、仕留めたぜ。ほいや、学士。マジで。どうしたらいい？将兵らの士気も高まりましょう。開いてないな、こっち。おお、一段と添えておいでですな。これは多分上に戻らないかんのんだろうね。うわー、さっきんとこで倒せとったらな、楽になっとったやろうに。両刀使えるのかな。両刀めっちゃ使いたいんけど、両刀も集体も使いたい、大好きだから。やっぱ五軍って言えば両刀と集体かんねえよね。この二人がやっぱ俺の青春を支えてくれたキャラクターやけんな。あの5のね、かんねえと両刀のストーリーモードがやっぱすごい個人的に嬉しかった、よかったよね。あのなんていう、嬉しかったというか楽しかった、見よって楽しかった。さあどうなる、来るんじゃない恐竜。ほら来た。我が名は趙文猿。またの名を千秋。長領だ。あの長領が来た。騙されるな。あいつは千秋や。何を黙る長領ってか。ふん。俺を黙らせてみろよ。さあ長領と日記値かな。ダメよ。ダメダメ。あ、太子爺、頑張れ。命に変えても殿は。ああ。俺が。ああ。俺だ、結構あっさり生きやがったなあいつ。マジかよ。やだー。おら、おい、こんにゃろ、お前やっぱ、やっぱすごいな。お前は強いな。これさ、チャージさん当たらんねえけど。よし、倒したー。あかん、太子爺が死んでしもうた。きつい。太子爺殿、あなたの死は無駄にせん。俺たちが必ず殿を守り。嫌なんですけど、太子爺使いたかったな。太子爺使ってないね、なんだかんだで一回も。クロニクルモードに期待や。さあクロニクルモードに期待ですね。楽しみましょう、クロニクルモードを。いやー、これクロニクルモード長いんよな。相当時間かかると思う。だったら一人一人全員やっていくってなったらさ、とんでもない時間かかるよね。だけん、まあ、フォーをしながら味方はこんだけだ、クロニクルモード上げて、でクロニクルモードをメインにしながら7とか8を上げていくんが多分いいんかな。5とかね。ああ、両道、おめえは殿を守れ。俺は殿とおめえを死ぬ気で守る。カッコつけちゃって。あ、ちょっと待って、リョート使えるやん、リョート使えるやん。なんやねん。あ、なん使えるやん、リョート。お前たちが競い合えば使おう、楽しみ。おい、あんた、かんねえ。やばいやん、めちゃくちゃ嫌われてない。嫌われてないんか。かんねえ兄貴。嫌われてやないんか。殿もおつ大事心だな。大事心、ここは逃げましょう。これあれやな、正式のところになる、正式のところになるのか。
官寧隊。まあな、あー悔しがっとるな。大使寺様、さあ行くか、おっさん、おっさん。両党、もはや個人の感情で動くことは許されん。わかってる。俺たちの意地の張り合いが皆を。過剰に自分を責める必要はない。だがこれからすべきことはわかるな。ああ、あいつと協力して殿を守ってみせる。よし、では行くぞ。おっさんは多分繁盛の戦いで使えるんやろね。さあ来ました、両節棍です。きっと強いでしょう、きっと強いんでしょう。どうしよっかな、アクション。アクションを全て取っときたい。いや、両党も多分傾向だと思うわ。旋風ではないやろ、絶対違うよ。ちょっと待って、よね、傾向よね。レレ、敵の援軍が到着した模様です。どうしたらいい俺。まあ、両党がどれぐらい強いかやな。嘘やろ。逃がさぬぞ孫権、その首趙軍援がもらい受け。どこ行った、趙梁おった。お前のせいや、お前のせいや趙梁。あ、何それ、なんか強そうな攻撃見っけ。嘘やろ、嘘やろ、お前マジかよ。なんでな、範囲が狭いよ。頑張って。いや、ちょ、あのね、このゲームね、こっちの立ち上がりになってくるスピード速すぎるんやって。だがこれでは終わらぬぞ。立ち上がり狙うスピード速ない、うまない。しかも傾向持ってるけど、一回傾向で逃げとかええんかな。まずこれ逃げることが先決だから。我が将兵たちよ、殿を守ること、まずそれが大事、一番大事。ちょっと合流させるわけにはいかん。両党、これか、急に完全の敵を倒すぞ。強くない、命を張った大喧嘩だ。強くない、おお、すごい、マジ強い。敵将撃ち取ったよ。え、ほんまに強いわ。ここは光れば。まあでも砲の領土が一番圧倒的やったな。最後の領土やばかったもんね。チャージ音連続するだけでもどうにでもなったもんな、あいつ。死ぬほど強かったやなって思うわ。おい、お前ら、ぶっ飛ばしてやる。孫権よ、覚悟せよ。孫武の命運はこの趙軍援が立つ。まずいな。覚えておけ、次は容赦しねえぞ。敵将撃ち取ったよ。まずい、まずい、頑張れ頑張れ、倒すぞ。諦めるな、あー諦めないでー。首を取るとはな。しかも孫権おるやん。おい、これ強いね。よくやった、私もお前に続かない。おい、ちゃおっしゃ、危な、見事な働きだ。よし、しゃ、俺もお前に負けてはおれんな。この敵と戦えるとは。
この上のやつを倒せるなら倒したい。おっさん、なしょのお前。いけんのか。ちょっと待って、それ倒す前にさ。関連はどうした？やれ脱出するぞ。やれやれ。関連のやつ。あ、これまずいんじゃない？面倒かけさせるなっての。おお。デブが暴れ回ってる。デブが暴れ回ってるよ。結構これガード多いな。さあ、観念は喧嘩にゃ駆け引きも重要だ。押してダメなら引いてみな。俺も逃げてんか。これ任せて任せて。あ、まだ来やがった。あいつ、あいしくった。待っていたぞ。なんやねんお前。飛行の分私が止めてみせる。ここが踏ん張りどころだ。俺たちの根性を見せるぜ。早よ。ございな。そのような攻め私には通用せんぞ。はい。回復した。うん、いいぞ。見事な働きだ。よし、これもお前に負けてはおれんな。よし、お相手しよう。危な。いやー、マジかよ。お前裏回ってくんな。危ないって、やめてよ。はい、あ、強い。さすが中国武術。受け身うまいな、お前。はい。まずい。まずいぞ。まずい。危ない。危ない。はい。どこ行った。よし。危ねえ。あれ。俺の武器は、あ、武器じゃ、馬は。当たった。さあ、飛べ飛べ飛の。飛んじゃいな。なーにぼやっとしてんだ。退却だ退却。なあ観念、何人倒したか覚えてるか。うん、まだ続いてんのかよそれ。こっから仕切り直しってことでどうよ。軍追放はやめて高台1年持ちってことで。へん、乗ってやるよ。悟空とベジータすぎる。悟空とベジータすぎるって。やれやれ、お預けだったな。ということ、多すぎるってこと、敵があまりにも。さすがに多すぎるってこと。あ、でも標識を飛び越えるやつなかったね。ガッピの制圧は叶わなかった。そこまではせんかったんや。だがこの戦により義は後退し、職の安全は保たれた。諸の劉備は差として慶州の返還を申し出る。一方、慶州を預かる関羽は諸葛亮の策に従い居座った。呉は諸の二枚舌を攻めるが、軍神関羽の前に手を出せない。度重なる協議の結果、呉と諸は慶州を東西に分け合う形となった。ほう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 、なるほどな。慶州の問題を強引に片付けた諸は、義が治める漢中を攻略。関羽もそれに呼応する形で北上し、義の繁盛を攻めた。だがこの諸の攻勢は曹操の策によって引き出されたものだった。電光石火、曹操は
孫権に同盟を申し出る。関羽が高陵にいては義も呉も心休まらぬ。義が関羽を引きつけるゆえ奴の背後をつくべしと。孫権は関羽を討つ決断を下し、陸遜ら精鋭を慶州に送り込む。それが裏切りの汚名をかぶることになると知りつつも、そして妹を悲しませることになると悟りつつも。さあ繁盛の戦い。あ、陸遜か、両毛じゃないんや。陸遜かっこええ、絶対人気やろな。お前やっぱ人気やろな。お前だけジャニーズなんよ。はい、ということでですね、今回こんな感じで終わりたいと思います。次繁盛の戦い進めていきますんで、よろしくお願いします。じゃあこんな感じでお疲れ様でした。